表現する鬼の世界観をお楽しみくださいとのことです。では商船百景の皆さん、よろしくお願いいたします。会場の皆さん、こんにちは。商船百景2回目の演舞となりました。だいぶ日が隠れまして、我々鬼にとっても踊りやすい気温になってきました。今回披露させていただきます曲は吉祥歌、吉母神の物語をテーマにした曲になっております。2回目の演舞も精一杯踊らせていただきますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは参ります。八渡瀬秋田祭りに鬼現る。商船百景より願い込めた吉祥歌、そい。Thank you.
ありがとうございました。商船百景の皆さんでした。